ヘンリー・オットーはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優、映画プロデューサーである。ヘンリー・ W ・オットーとも名乗った。ヘンリー・オットーとは別人、ミズーリ州セントルイスに生まれる。現存している記録で最初に映画史上に登場するのは1911年短編映画を量産したセリングポリスコープカンパニーでの脚本家としてのキャリアである。 ジョゼフ・ A ・イ・ゴールデンが監督する短編映画の脚本を書き、1912年からはトム・リケッツの監督する短編映画に出演している。同年にはザインプロイヤー、エスライアビリティで監督業に進出し、出演もした。C.J. ウィリアムズ作品の脚本を書き、レム・ビー・パーカー、コリン・キャンベル、E.A. マーティン、フレッド・ハントリーらの作品に出演。 自らも監督をした。1914年、アメリカンフィルムマニファクチャリングカンパニーに移籍して、監督に専念、第一作は、ディスイズスライフであった。1915年、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーに移籍、第一作は、ザメジャーオブレオンズブレイであった。1916年、同社の子会社として設立された制作会社、ブルーバード映画で監督した。 美人島は日本で最初に公開されたブルーバード映画であった。同年、ユニバーサルを離れてヨークフィルムカンパニーに移籍、第一作ザリバー・オブ・ロマンスはメトロ・ゴールド・ウィン・ベイヤーが配給した。以降、オーク・インディペンデントの制作会社で監督、1924年に監督したダンテ・ジゴク編が代表作とされる。1930年代には俳優に戻っていった。 1952年8月3日、カリフォルニア州ロサンゼルス市で死去した、満74歳没。特筆以外はすべて監督である。ありがとうございます。